皆さんこんばんは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。今日はですね、ちょっと予告はしていたかと思うんですけども、ナバロレポートの第3弾が出てまして、いろいろですね、つまみ食いをしてね、伝える人多いんですけど、中身すごく大事なんですよ。それで、他の方もいろんなね、大事な情勢、同じようにね、いろんなものが出てきてると、現在ですね、20日に向けてですね、例えば、トラさん政権がですね、オバマゲートの、秘密資料を全部明らかにすると。それは多分月曜日までにね、月曜日っていうから、日本時間だったら火曜日にかかっちゃうかもしれませんね。それからですね、インド太平洋戦略のね、戦略の原文の機密規定を外しましてね、かなり、あからさまなですね、対中包囲網のね、形成について、明らかにすると。要するにもう、後戻りできない今の、アメリカのですね、流れについてね、パシンとですね、示すものを示して、もしですよ、一時的に梅さんがですね、ボスになってもね、なかなかこれはね、簡単には変えられないようなというようなことも含めてね、出してると。同時にですね、ボスになったらですね、なったで、四面楚歌になってですね、本当に、とんでもないですね、スキャンダルまみれの政権になっていくっていうような流れが実現していく。あるいはですね、その前にどうも不協和音がいろいろ聞こえますよね。例えば、ワシントン DC のですね、州兵がね、今一個師団いますけど、ある観察者の人に聞いたんですけどね、全部州兵です。州兵なんですが、多分応援も入ってるんだと思いますね。一つの州の州兵で、15,000から集めるのなかなか大変なんでね。で、しかも憲兵隊が中心ですよ、というような、詳しいね。専門家なんです。マニアじゃない専門家から話聞いたんですよ。で、かなりね、警戒が厳しくなり、また、昨日もお伝えしたんですけどもね、ガナハ・マサコさんのレポートでも、左派のね、街区ですね、BLM ストリートとかね、そういうところがフェンス作られて包囲されてるというような状況ですね。一体何が行われてるのか、甚だですね、緊張の状態で、今、推移してるんですけどね。そういう中で、ナバロレポート第3弾が出て、かなり膨大ですが、私ですね、今日は皆さんにね、緊急にですね、専門の人にも相談して、在外の人ですけどね、お願いしてですね、私と協力して、翻訳いたしました。で、核心部分ね、総括部分をですね、今日は皆さんに朗読してお届けしたい。で、あと、その他の部分、かなりね、詳細にですね、例えばドミノ表システムの問題であるとか、あるいは具体的にね、郵送投票を導入した流れであるとかね、どういうテクニックを使って、それぞれの州でどういうふうなことがね、おかしなこととして行われたかっていう総括表も含めてね、具体的な話がね、かなり載っています。今回の特徴はですね、かなり詳細かつですね、関わった人物の名前が実名で明らかにされているという特徴があります。これのですね、本当に極めて専門的に技術的な問題は、翻訳が困難ですので、総括的にわかるように翻訳したものをですね、全体を明日以降のですね、インテリジェンスウェポンのメルマガに分散することになるかなと思っています。で、今日はですね、明日は少なくともですね、今日これから読み上げる総括部分、実はですね、これも重大な実名が載っておりまして、まんまですね、平らかに読むことが残念ながらできません。それで、それはね、音をかぶせるんじゃなくて、また言葉の芸術ね、あと面白いんですけどね、今回はね、レポートの特徴でね、アートオブスティールっていう言葉を使われてるんですね。これ、盗みの芸術って言ってもいいんですけどもね。この場合のアートっていうのはね、高度なテクノロジーっていう意味だと思うんですね。盗みの高度なテクノロジーっていうタイトルもよく出てくるんです。このナバロレポート3、第3弾にはね。
まあ、私はですね、ランゲ、アート・オブ・ワーズ、ワーズって言いますかね、アート・オブ・ジャパニーズっていうかね、それを駆使してですね、まあでも、絶対伏せなきゃならないものは、ごく限られてます。いうことなんで、ほとんど今日はですね、この私の番組を見ていただければ、ナバロレポート第3弾の総括部分は全部分かっていただけると思います。いうことで、まあでもちょっとね、肩肘張ってやりたくないんで、ちょっと、これいただいたお酒があったんでね、ホロ酔いというなんとイチゴのサワーがありましたので、これをですね、ちょっと一杯口で示しながらね、これちょっと苦労したんですよ、今日ね。ですからちょっと、晩酌をやらせていただいて、ホッとしながら読ませていただこうと思います。なんか、いちごミルクみたいな色になったな。すごいですね、これ。ね、綺麗な色ですね、これね。ホロ酔いいただきます。ありがとうございます。すごいですよ、これ。飲むとき、いちごの香りが。きます。そのあてにイチゴを使うやつもいるんですけどね。まあ、それはまた別にしてですね。ちょっとね、今日はうまそうなチーズ、スーパーで売ってたんで、かなり、臭い。臭いけどうまいですね。ということで、途中休憩が入れるかもしれませんが、読みます。解説を入れながら読みます。ナバロレポートの第3弾ですね。つい3日前かな、出たのね。これの総括部分を和訳したものを読み上げます。タイトルは、民主党の壮大な戦略というのがタイトルです。本文に入ります。いわゆる激戦州において、実際に投票しない人を劇的に増やして、要するにこれは、投票すべき人を投票させないって意味ですね。できるだけ郵便投票にさせる。また、承認された正規の投票を劇的に減少させる。まあ、あれですね。これ、郵便投票。それから、投票されても何かね。例えば、トラに入れたものを減らして、梅を増やすとか、そういう意味ですね。梅さんの違法投票を大量に生み出すための方法ということについて、書いてありますと。で、それを称して盗みの高度なテクノロジー、アート・オブ・スティールと呼びます。民主党は何名かの有用だが愚かな共和党員を使い、彼らが知らぬうちにトラさんから選挙を盗む手助けをさせることができました。投票箱を満たせという作戦名で、こういう作戦名あったんですね、民主党にね。投票箱を満たせという作戦名で、民主党は2つのアプローチを通じて、6つの激戦州、アリゾナ、ジョージア、ミシガン、ネバダ、ペンシルベニア、ウィスコンシン、で、トランプの確定していた勝利を、違法な手段で、梅さんの勝利に転換しました。危ね危ね。で、一つ目のアプローチは、激戦州での不在者投票と郵送投票の量を劇的に増やすことでした。二つ目のアプローチは、そのような投票を確認する認証のレベルを劇的に低下させることでした。これはあれですね。例えば、投票用紙に本人の署名があるかないかっていうのを一応チェックしてたのをチェックしないとかいろいろ問題ありましたね。激戦州への違法な投票の洪水をもたらしたことにより、選挙に対するチェック機能を効果的に麻痺させることができました。この二つのアプローチによる挟み込みは、トラさんによる決定的かつ合法的な勝利から、梅さんが僅差での勝利へ天秤を傾けるのに十分でした。民主党は主に州レベルでの立法及び規則の変更などの法的手段に依存し、その大戦略を実行することによって違法な結果の転換を達成しました。
しかし、民主党の大戦略を推進する政治工作員は、そのことにより、米国民にとって最も神聖なものである選挙制度と、それに関わる法と規則を踏みにじって違反しました。ちょっと喉かけました。アメリカのボス選びを戦略的にゲームするために民主党が使用した主な方法は、州議会によって承認された法律の変更が含まれていました。この変更は必ずしも州議会の承認を得ないんで憲法違反と言われたんですね。1、州務長官または他の選挙当局によって開始された規則の変更及び新しいガイダンス。2、裁判所の判決と介入。3、ミシガン州ウェイン郡やウィスコンシン州デーン郡など主要な民主党の拠点で選挙プロセスを指揮及び操作するためのいわゆる公的なパートナーシップの積極的な使用。まあ、民主党の地域にね、無人ポスト、投票ポストを作るとかね、そういうことですよね。民主党の工作員は、中国共産党、CCP、ウイルス。これはでもすごいですね。極端な言い方ですね。いわゆる、あれですよね。COVID-19 のことですね。流行り病のことです。を理由に、その結果として、パンデミックが発生し、これを、口実として、主要な激戦州で不在者投票数と郵送投票数を増やすという目標を推進しました。で、こっからが大事です、これ。すごく大事。大事なね、実名が出てくるんですよ。これね、びっくりなんです、この実名はね。わかるように読みますからね。うん。読みます。民主党を支援する主要な政治工作員には、ウォールストリートのオリガルヒ。オリガルヒってね、ロシア、ソビエトが崩壊した後にね、特権階層の中からですね、いわゆる共産党の特権階層その他からですね、それまでの特権や情報の独占を生かして、国有財産などを奪取して、大金持ちになった実業家集団のことをオリガルヒって言います。ウクライナにもいたし、ロシアにもいました。まあ、それを例えてオリガルヒって言ってるんですね。もう今や、なんとなく、いかがわしい手段で、大金持ちの実業家になった連中のことをオリガルヒって言ってるんですね、アメリカでもね。もう一度言いますよね。ウォールストリートのオリガルヒである GS。シリコンバレーのオリガルヒで、カオボンの CEO である雑貨屋。元ヒラリー・クリントンキャンペーンの顧問弁護士であり、フュージョン GPS の先導者の一人で、ロシアゲート疑惑の仕掛け人であるマーク・エリアスらが含まれています。なんかこれね、特徴ね。これは私の偏見じゃないよ。みんな名前はユダヤ系です。彼らによって正式にボスを倒すように計画されてきました。GS の金は国民投票や選挙法や規則を変更するための資金繰りに役立ちました。GS と彼の政治行動委員会、こんなの作ったんですね。州務長官プロジェクトなどの組織のネットワークは、ミシガン州とペンシルベニア州の選挙規則を曲げたり破ったりするのに役立ち、操り人形と化した州務長官の選出にも役に立ちました。要するに GS のお金をね、使ってね、いろいろ買収なんかもして、州務長官任命でね、便宜を図ったってことですね。これにより、壮大な投票箱を満たす戦略を推進しました。で、今のところまとめると要するに GS、それから雑貨屋、カオボンの雑貨屋ね、それからマーク・エリアス、これはですね、ヒラリー・クリントンキャンペーンだから、クリントングループだね、
の弁護士ですね、顧問弁護士。彼らがですね、この選挙を盗むキャンペーンの中心で裏で動いてた連中だって断定してます。まあ、これ調査の結果がですね、そうなってるんですね。一応ですね、個人資格で調べたとはいえ、公的に調べてますんでね、これね、かなり重いです、実名が出てきたのね。これは多分初めてでしょう、こんなことはね。続きますね。カオボン CEO、雑貨屋の資金、約5億ドルは、ミシガン州ウェイン郡や、ウィスコンシン州デーン郡などの主要な民主党の拠点で、無党派の選挙プロセスとなるはずの、無党派、要するに政治的に中立とな選挙プロセスとなるはずのものを、事実上敵対的な民主党の公的パートナーシップに切り替えるのに十分役立ちました。民主党にとって有用な愚か者、いわゆる愚かな共和党員には、ジョージア州の共和党知事、ブライアン・ケンプと、共和党のブラッド・ラフェンス州務長官が含まれます。彼らは不在者投票と郵送投票の数を劇的に増やし、そのような投票の拒否率を劇的に減らしたことに対する同意判決を下しました。民主党が大戦略を進めるのを助ける法案に投票した共和党の州議会議員も同様に無意識のうちに騙されたと言えます。これまでのナバロレポートの第1、第2では完璧な詐欺と盗みの高度なテクノロジー、アート・オブ・スティールについて書かれており、選挙の不規則性及び、ボス選び泥棒につながった政治プロセスの戦略的ゲーム等を完全に調査することを目的にしていました。アメリカ国民の大部分が認識している今回、全く法に外れて決まったボスを就任させることで国を危険にさらすことはできません。調査は直ちに開始しなければなりません。ということで、この総括に基づいて、ナバロさんはですね、現在大統領のですね、特別補佐官になってますね。特別検察官を直ちに選出し、それをもう就任前にね、動かすことを主張していますね。これが今総括部分でした。これについてはですね、明日ですね、もうちょっと文章を整えて、インテリジェンスウェポンのメルマガに掲載します。このようにですね、かなりこう、もうはっきり言うとですね、DS そのものみたいな連中、あとですね、GAFA ですね、GAFA の一角というのが出てきてるわけです。で、ここに来てですね、かなり問題になってきて、例えばツイとかね、カオボンも大幅に株価がですね、落ちてですね、今日、まあ、文化人放送局2のね、スタッフ T さんのね、10時15分からのニュースでも言ってましたけどもね、日本円で5兆3000億円もね、失われるような損害を受けたみたいですね。この2つ、ツイとね、カオボンはね。で、なんとカオボンはですね、削除していた、トラさんのページを復活させたと。ただ勝手にですね、プレジデントではなくてね、なんか政治家というような肩書きでね、復活させたみたいですけどね、なんとなくそういう揺り戻しがね、あると、いうことなんですね。あと今日面白い出来事としてはね、あるですね、まあ結構封鎖性の高いものなんですけど、SNS、アメリカ発の SNS で、マイナーだけどちょっと黒人好みのするものがね、今日なんか機能不全になっちゃったんですね。ね、あ、これなんか規制でも入ったのかなと思ったら違うんですね。要するに、今言ったツイとかね、カオボンのメッセンジャーからね、そちらに切り替える人が殺到したために、一時機能不全になっていると。今もちょっとですね、送受信ができない状態になっています。私も使ってるんですけどね、これ、多くのね、割と、秘匿性が高いと言われている、通信システムなんでね、それを使ってるんですけども、それは、そのものだけ加入者が増えてね、ちょっと厳しいっていう、かなりね、いろいろ動いてますよね。で、
まあ、さ、あの、冒頭述べたようにですね、まあ、これも一つの爆弾になってますけどね、オバマゲート。オバマゲートっていうのはいろいろありますよね。あの、ロシア疑惑を作り出したって話ね。いわゆる、マイケル・フリン中将がですね、一時失脚することになったね。まあ、ロシア疑惑なるものですよね。実際はロシア大使と連絡取った取らないっていうぐらいの話なんですけどね。大問題にされて、まあ、トラさん政権生まれた後、直後にですね、トラさんの締め上げの第一歩として行われたもんだけども、非常にですね、この辺の問題ね、オバマ氏が裏でですね、黒幕になって糸を引いていたというようなことが捜査でだんだん分かってきてるということですよね。それから、まあ、もう皆さんこれご存知ですけどね、ペロシ下院議長の父に関するね、JFK、暗殺事件に関わるですね、捜査の記録なんかも、これは機密解除されて出るようですね。その他に、これはこれで一個で扱ってもいいぐらいの話ですけどもね、インド太平洋、インド洋太平洋戦略についてのね、まあ、ドキュメントですね、機密ドキュメントについても、これはね、なんと、あれですよ、確か、2017年じゃないですかね、これ、策定がね、これがですね、もうすぐにね、機密解除されると。要するにもう、C 国に対する融和的なね、姿勢は許さないよという意思表示でもあるんですね。まあ、こういう形でですね、かなりこう囲む形で、梅さんについてですね、舞台に立たせるっていうことなんですけどもね、昨日まで私が言ってるように、はっきり言うとですね、1972年から74年にかけて大問題になってですね、結果として、共和党の大統領だったリチャード・ニクソンがね、辞任をせざるを得なかったようなウォーターゲート事件、ああいうものに匹敵する以上のね、疑惑に取り囲まれて、で今私言わなかった中にはね、狩人梅さんのね、問題もありますからね、梅さん親子が自身がね、当事者になってね、狩人梅さんのその、いわゆるドミへの関与とか、あるいは島への関与、島の問題ではなんかもう、いろんな手入れがね、警察によって始まってますね。これは別のところから切り崩しが始まっているわけで、研究者が出始めているというような状況。それから、それだけじゃない、ウクライナ問題、それから四国問題、これがですね、梅さん親子には両方かかってるわけです。で、これもちょっとね、もう少し掘ってみようと思うんですけどね。私、近々ですね、アメリカのこういう状況について大変お詳しいですね。ジャーナリスト、長くですね、アメリカにいらした方をですね、お招きして、ちょっと、ライブ配信もしようということで、今、交渉中です。ここ数日間というのはとっても大事ですけれどもね、まあ、日本人がね、行きんだってね、向こうで起きてくる情報をきちっと分析するぐらいしかできませんからね、まあ、正しい分析が必要だと思うんですね。今なんか日本のね、議論って狂ってて、はっきり言うとですよ、トラさん応援団の中でもね、希望的観測にしがみすぎる人もいるんだけど、この戦い長く続きますからね、で、今後4年間の大統領、っていうか、ボスはね、トラさんだと言い切ってる情報も多いわけですよ。あるいはそういうことがあり得るかもしれないですよ。でもね、今流れはですね、昨日ですね、統合参謀本部が、全米国統合軍に宛てたですね、メモランダムメッセージで、我々の、第46代最高司令官は、梅さんになるよっていうことを一応ですね、通知してるんですね。で、それについてフェイクだなんて、フェイクじゃないから、これは。ちゃんと、もう正式のですね、公表されるネットね、military.com にも載ってるし、私はですね、在日米軍、そのまた、もう安定に言えばですね、他の海外派遣軍にもこれ配布されてるのは確認してます。不思議なことにね、日付がなかったらいろいろするんですけど、まあ、署名があるね、各将軍の署名のある大事な文書であることは変わりがありません。いうことでね、表舞台での進行と、裏舞台というかね、周りのね、進行っていうのはね、絶妙な形で進んでる。そういう中で、首都ワシントン DC はですね、州兵がきちんとですね、緊急事態宣言の中で、災害に基づく緊急事態宣言の中で、軍がですね、治安維持を行ってる。また多くの都市もそういうふうに変わってきてると。いうふうに聞いています。その中で、先ほどちょっとした情報ですけどね、緊急放送の、
緊急通信放送のですね、テストがテキサスなどで行われていました。テキサスにお住まいの日本人の方が、その様子をですね、撮影して、まあ自分のラジオでこういう放送がありますっていうのを撮影してですね、YouTube に上げてました。緊急通信を通じて何か行われるだろうっていう説も前々から上がってるだけにね、いろんな予測が上がってるだけに、かなりですね、注目すべき事態が進んでるんじゃないかと思っています。どう転ぶにしてもね、それがですね、もう全部ですね、それぞれ、思惑のある相手方同士、相手方を探りながらやってることですから、結果がどうなるかっていう予測は正確にはできませんが、かなり重大な事態が進んでるのは間違いありません。そういうことでね、こういうね、出たものについてはね、本来ね、これマスコミがやるべきなんだけど、マスコミがやる気ないからね。ものすごいね、一人だってね、特派員を送るんだって何千万円かかってんですよ。これなんでね、産経新聞なんかもね、くったらない記事を出してるしね、全く確認が取れてないんですよ。いうようなことをね、やっててね、こういう出たものをね、きちっとね、伝えると。確信部分だけでもね。これ、だから、ナバロレポート第3弾もね、ページ数ですと結構あるんですよ。これ総括部分だけですから。総括部分だけ、ある意味は概要ね、なるべくこう、贅肉損用としてでも大事な部分を落とさないようにして翻訳して、さっきの分量なんですよね。で、本当はその、いろんなですね、アートオブスチールね、盗みの芸術っていうか、盗みの高度なテクニックについての解説がね、ものすごい量なんです。まあ、それも一応概要はね、翻訳して、私は、メルマガで配信しようと思ってますけどね、まあ、そういうことをきちんとね、踏まえて、これ今やることがですね、20日どうなるかを知るだけじゃなくて、20日の後どうなっていくかっていうことね、どっちに転んでもね、これを考える材料になるのは間違いないんで、ぜひですね、皆さんもね、情報には、目を光らせ、耳を、こう、育ててください。私だけは発信してるわけじゃありません。かなりね、大事な発信ね。今日私なんかからするとですね、ハラノタイムスオフィシャルなんかかなり一生懸命ね、一生懸命というかきちんとね、もともとネイティブが英語の方だとおっしゃってましたからね、で、日本語も相当お上手ですよね。冷静にいろんなことをお伝えになってます。まあそういうこともあるし、あともう実際直接ですね、いろんなところで、新しい SNS でね、トラさん陣営のニュースを捉えている方もいらっしゃると思いますがね、じっくり情報はね、広く受け止めて、気持ちをね、あんまり自分の希望的観測だけでね、いいニュースが重なってるとね、おかしくなりますからね。そこはよく見ていった方がいいんじゃないかと思います。それではまたね、明日はですね、また定例ライブの予定ですが、何かね、緊急なことがありましたらお伝えするようにしますし、まあ、ぜひですね、インテリジェンスウェポンの方もお願いしたいと思っております。まあ、そういうことで今日はこれくらいにさせていただきます。どうもありがとうございました。